イギリスで先週から始まった新型コロナウイルスのワクチン接種で最初に使用された瓶が博物館に展示されることになりました。We're looking at objects that will be telling the story of COVID for the future. Something that is so important as the first vaccine. That... ロンドンのサイエンスミュージアムにアメリカの製薬大手ファイザーなどが開発した新型コロナのワクチンの使用済みの空き瓶が展示されることになりました。この瓶は今月8日からイギリスで始まったワクチン接種で第1号となった90歳の女性に対して投与された際に使用されたものです。サイエンスミュージアムではこのほかにも治療で使われた人工呼吸器やマスクなどの防護具など新型コロナにまつわる資料を集めているということです。展示は来年初めから始まる予定です。